はい、エモヘイジです。あれ、これは何でしょうか？はい、ちょっと引いてみましょうね。はい、食パンの上にマヨネーズを引いて、フランクフルト3本の毛、トマトケチャップをかけました。この上には、シュレッダーチーズをかけてオーブンで焼きます。できましたけど、焼きすぎちゃったみたいです。まあ、いいや、いただきます。おーい、いただきまーす。コーヒーと。はい、なんかいろいろ雑音がしておりますけど、気にしないでください。いただきます。ちょっと安いですよね。10分も焼いちゃった。いろいろと作業してたもんで、今カレーも煮てるし、ほうれん草も茹でたし、忙しかったのでタイマーを適当に10分にして放り込んでたら焼きすぎちゃった。いただきます。刺さらない、逃げる。はい、こんな感じです。いただきます。右手に持ち替えて、お口へポイッと。間違いない、焼きすぎ。だけど美味しいですよ。焼きすぎだけど。そうだな。6分ぐらいでいいんじゃないかな。皆さんも、焼きすぎ、やりすぎ、何でも水は良くないのでね、気をつけてくださいね。水の一番良くないのは何か知ってますか？はい、春のスギ花粉です。これは、やっぱり一番良くありませんね。はい、それじゃあね、さよなら、またね、バイバイ、切るよ、ポチッとな。